10人の子どもの食料を作るのは大変なことです。母親は、私はその前に16歳の時に、よそのお寺に入りまして、こんなうるさいところじゃ兄弟喧嘩ばっかしてってうるさく勉強できない、それで一つ野望がありまして、国立大学に入りたい夢がありまして、その勉強をするために、私の高校時代、西尾高校の先生、担任の先生がお寺の住職でしたので、関商工所に行っています、この方のお寺に入って、受験勉強させてもらおうと思ってお寺入ったんです。ところが、ただ飯は食えません、朝早く起きて、お経の練習もし、お掃除もし、奥さんの料理をしたりしていました。そんなもんで、ママ母は10人の子供を育てるに、風邪をひいても寝込んではいられません。その上、私がお寺に入って、この寒い冬でも冷たい水で雑巾がけをしている私のことを心配してくれて、肺炎をこじらせて8人の子供を残して49歳で他界してしまいました。私のために2人の母親の命が失われてしまったのです。10代の私は母の命の尊さまだ理解せず、師匠のお寺に住みながら無料で英会話が学べるという理由で、アメリカの宣教師が開いているバイブルクラスに3年間通ううちに洗礼を受けたくなりました。お経を読んでてもね、漢文でしょ、自我特仏来、今我仏であると分かりますけれども、漢文で読んでても分かんない。でもバイブルだったら英語で書いたっても1ページ読んだら大体意味が分かります。そんなもので私は洗礼を受けたくなるほどになったんです。それである時、お師匠さんに、真夜中でしたけれども、起こしてお師匠さんに相談をしました。洗礼を受けたいんですけど。バカ野郎、物販を食べているのが何を言うかと言ってくれると思ってたんです。ところがしばらく腕を組んでて考えて、ああそうか、お前の好きなようにしろ、言うんです。驚きましたね。学校の先生、さすが高校の先生だと思います。許してくれまして、それでお寺に住みながら、キリスト教の教会へ通い、また立正大学にその頃通い始めていたので、仏教の総会単位、お坊さんになる勉強もしていましたので、仏教が少しずつ分かってきました。ある時、牧師が仏教を理解しないで仏教の批判をしたんです。上に立つ人が他の宗教のこともよく知らないで批判する、そんなのは理に合わない、もうこの教会には来ないということで、その教会にはもうやめました。縁を切りました。そして仏教は死人や老人のための宗教ではない。老若男女、人種を隔てなく、世界中の人に通ずる素晴らしい教えだ、ということに気づき、そして僧侶になる決心をしたんです。キリスト教の教会に通ったことが、かえって後にアメリカで日蓮宗僧侶として開教布教するに大変役立ちました。それで開教師になった理由なんですが、立正大学で村野先生との出会いが私の人生を一変してくださいました。村野千秋先生は戦前の昭和8年から16年までシアトル日蓮仏教会で主任開教師をしながら、ワシントン州立大学を卒業された後、起立してから法華経一部八巻28本を英訳され、 The Lotus Sutra を日蓮宗より出版。昭和30年代後半には立正大学の英語の先生をされておられました。ある時、家内、アメリカ行きたいか、行きたければこの人に会ってきなさい、言って紙切れをくださいました。その方は藤原良房、ロサンゼルス日蓮仏教会主任、45歳で
日蓮宗大荒行諸行へアメリカから入業される前に面会しました。藤原先生曰く、骨を埋めるつもりで来てほしい、さもなければ来なくていい。というわけで大学を卒業してすぐ昭和39年4月16日に渡米いたしました。これが私の紹介です。これから本題に移ります。東京オリンピック・パラリンピック開催が2020年に決まり、おめでとうございます。前回の東京オリンピック開催は昭和39年でした。その年は新幹線が東京大阪間に開通した年でもあります。私はそれを見ずに同じ年の4月大学を卒業してすぐ渡米いたしました。あれから50年になります。赴任先ロサンゼルスで、当時は日蓮身延山米国別院と呼ばれていました。東京生まれ東京育ちの私には当時のロサンゼルスは田舎のようでした。なぜかというと人がほとんど歩いていないんです。後で気がついたんですが、車社会ですので繁華街以外は人がほとんど歩いていないんです。牛乳買うにしても手紙を出すにしてもみんな車で来ます。創立時代の布教活動ですが、20世紀に入り新天地アメリカに希望を持って移住した多くの日本人の中には日蓮宗の男信徒も数多くおられました。その人々のために日蓮宗の元館長であり近代海外海峡の祖と言われました朝日日妙芸家、どうなってんだ、これを大きくするには、はい、このひげのおじさんです。朝日日妙芸家がの辞令を受けて朝日勘定上人という方、息子さんか養子か、お題目布教の先陣を取りロサンゼルスに布教所を開設されました。それがその当時の創立別院創立時代、はい、ちょっと後ろの方には見にくいんですが、これはロサンゼルスの90周年の時に私がアルバム集を作ったもので、これは1913年、こちらが1914年、普通の家一軒家を借りてお堂にしておりました。今こうして皆様の前に立ち北米海峡100周年の金曜法座が講話ができるのは朝日勘定上人以来、先史先哲と日蓮宗のおかげと感謝いたしております。これで朝日勘定上人は、大正3年1914年7月に日蓮教会を、今の写真は小東京に開設された後、キロにユタ州、ソートレイク州、ワシントン州、シアトル州にも立ち寄られ、北米、米国の滞在期間はわずか半年でしたが、半年後にはロサンゼルスに第二世北川日照上人が赴任され、1年半後にはシアトルに岡隆朝氏を日蓮宗より派遣されております。これが朝日勘定上人です。2代は写真がないんで、3、4、池田准教上人、これ方も皇室たちです。これ、はい、そしてここにいるのが私です。それだけに移民した日蓮宗男信徒がお寺を開設して信仰と心の安らぎを苦難大きい移住生活のに求めていた姿が推測されます。